アメリカ南部フロリダ州のデサンティス知事が24日夜、2024年大統領選挙の共和党候補指名争いへの出馬を表明する見通しです。ツイッターの音声サービススペースで運営会社のイーロン・マスク CEO と対談し、表明する予定だということです。デサンテス氏は民主党に対する攻撃的な姿勢で保守強硬派の支持を集めていて、 共和党の候補指名争いをリードするトランプ前大統領の有力な対抗馬になると見られています。